10秒でわかる前回までのあらすじ。オープニングを見てからガリア放送見たけど楽屋を案内してカードでボロ負け。キース先生のへそちらを見て終了。はい、ということで。はい、ということで。パート2。パート2です。さあ、炎の洞窟に。あ、出ました。みんな大好き。モンスターが綺麗になってるもしかして。気持ちね。まあ、これが基本の、あ、てか俺、ジャンクションしてねえじゃん。で、エイトの特徴として、攻撃時に R1 ボタンを押すことで、まあ、特にスコールはそうなんですけど、そうね、あのクリティカル、クリティカルが発生します。はい、これめっちゃ音がね、ちょっと待って何やねん。管理難しということで、じゃあ、まあ、バトルを見たんで、お、これか。あ、それじゃ同時押しだ。あ、そうだね、バトルだし、これ同時押しになる。よし、3倍だけ大丈夫。3倍は3、はい、ぐだってますが、ちょっとお待ちください。はい、はい、はい、ジャンクションをね、キス先生にもつけておきますと、はい、ケタクさん。そうで、魔法はないんで、取り急ぎ、まあ、魔法使う理由はあんまないんで、まだ現状ね、ないし。で、はい、ここでと、さあ行きましょう。よろしくっす。あ、俺こいつらちゃんと見るの初めてかも。俺ずっとさ、あれさ、あの修行僧みたいな傘だと思ってた。あ、これなんですけど、別に40分選んで、はい、別に何でも大丈夫です。あの傘、傘なんじゃない、傘だね。エンカウントなしめっちゃ楽だ、ね、そう、すごい、なんだろう、こういうの見てるとね、クーラードリンク飲みたくなってきました。冗談言って、本当に冗談かどうかはもう何十パーと後に分かるかな。バトル強化もつけとこうぜ。バトル強化ってなかったこれ今、あの、うん、パンチマークみたいなのが、うん、バトル強化状態、はいはい。で、ドローポイントはこれ一回取るとしばらく何も出なくなっちゃいます、はい。で、今魔法をね、魔法を取ったので、これをジャンクションでつけると、はい、こういう感じです。魔法が消耗品です。はい、エイトってこういう感じ、あの奇跡的な水圧です。そうそうそう。さあ、そして、まあ、炎の洞窟といえば皆さんちょっともう、まあ、FF 好きならまあ察しはつくでしょう。わかるでしょうと、まあ、柴がいるならね。そうね、柴がいるならまあいるでしょうと。あ、こいつも綺麗になって、気持ち綺麗で、綺麗になって、やっぱさ、特殊エース見たいよね。さ、おお、綺麗だな。ちょ、特殊エース見ようぜ。これ確か、画面消さなかったっけ。これか、あった。いや、応援を思います。ドローしときましょうか。これ敵からもドローはできるね。はい、これで魔法をね、どんどん増やして。ライブだから、みんな大好きライブですね。そっか、魔法入れてねえからどうしかできないんだ。あ、でこれでね、あの今柴さんが身代わりになってくれてます。そうこれドロー、まあ、どんどんドローして100個まで貯めるのが丁寧なんだけど、うん、さあ、これが柴ですね。柴の召喚機、綺麗じゃん。あら、綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。あ、目がすごい、すごエロ。これで特殊演出が入るんですよ。こやつ芝を従えておるのかっていう驚愕。イグリートさん驚愕です。ついでに、あのケタさんも、ケタさんもちょっとついでにね、やっとこう。当然やっぱりドローは大事なんで、このゲーム。まあね、あの FF13 だと大喧嘩してるイグリートと芝さんですけど。さて、こうしめてこいつ足細いな。これでケタが見れますよ、うん、ケタさん好きだったな。俺もケタ好きなんだよ、かっこいいよね。あー、懐かしい。かっこよし。あ、すげえ、こんめっちゃ綺麗じゃん。今色下からついてきたね。演出も変えてんの、すごい。俺らが気づいてなかっただけでそうなってたの。
いやかっこいい。あお母さんいいね。いや四角連打したくなる。あーそうなんだ、まあ、あれすぐ手に入るからね。ということでじゃあ早々に行きましょうか。はい、お待って待って待って、青魔法リミット技ですね。なんでリミット技打ってたんだ。バトル強化入れたからか。あーかな、連続拳できるな。できた、できた。やろう、どんどん行こうぞ。これがまあリミット技という特殊技、特殊技です。はいはいはい、これ急にリズムゲーになります、はい、ただ派生まだないの。あれ確率だっけ、派生確率か。武器がまだ、武器リボルバーだからかな。はい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 、出るか出ないか。ちょっとサクサクプレイでいきます。ひたすらこれをループさせる。派生マジで出ないんだっけ。出ないか。まあ、そりゃそうだよね、連続機あんな連発しねえもん。はい、グリルさんが味方になってきました。はい、おめえそのエイトの変な面白いのはボス戦やると経験値が入らない。そうで、これで、ゲットしたんで戻りますよ、はい、これで戻れば、試験クリアです。そうなんだかんだ忘れてるけど、これ試験、試験だ。まだあーっと5分しか経ってないけど、とんでもない試験です。まずないか。道中エンカウントしないから、そうもうサクッと見ます。でここでも、大事なのが40分を選んだ場合評価が決められるんですね、このゲーム、はい、だけどここで右側のやつに話しかけることで、あの確定でエースになります。おこれあの知らない人も結構いる。あのどんだけ時間が余っていようが何しようが絶対にエース評価になると。で戻ってきました。はい、お疲れ様と。はい、さあ制服に着替えて1回ロビーです。さあじゃあ走りましょう。サクサクするよ。ダッシュダッシュダッシュ。キック。いやその曲と合わせると急にギャグになる。ただでさえギャグなのに。これのね人もみんないなくなっちゃうからね。そうここでちゃんとね、あ。そうね、ちゃんとちゃんと組まれてるんですよこれ。これこれこっち。あれこいつ急に出てきた。ああまあまあいるよね、いるよ。はい、ちゃんとねこういう風に、あれあれ赤になってるじゃん。向こうから入れなんかこうブーって出るはずなんだけど、ここじゃなかったか。こうパカッと開くんですね。はい、でここは無理です。無理か、まあいいや。はい、いきます。でセーブだけしときましょう。ちなみに炎の洞窟の時間制限って、あのメニュー上でもどんどん減っていくんで。あそう、ね、うん、じゃあせっかくだどっか行っとく。仕事行く、仕事行く。こんな感じでスキップできますね、はい、で食堂。あ早すぎる。どんな切れ方で。パワー今日終わりだやつ、まだ喋るのか。完全に飛ばしましたね。いい人、いい人なんだよ、いい人で。ここら辺の人もこう普通にいろいろ話して、はい、遅れたれてるやつでしょ。トゥリープ FC の一番がここにいるんですね、はい、いやー暑いっすな。一人テンションがガチ上がりしてるの。でじゃあ話進みますか、はい、ここが学生寮、はい、さっきね着替えてこいと言われたので。ちなみに右側がスコールの部屋です。左側は知らない人の部屋、はい、一体誰なんでしょうね。そうでここで着替えるかと、はい、そんな、いやそんな見られないセーフス 2,3 回だけだかな。ここだけか、制服はここだけで、この後もシードだもんね。そう、このね前をはだけさせてるこの不良感。じゃあ20年前はこれが流行ってたんだ。サクサクいきましょう。でどこに集合って言ったっけ、駐車場、まあ、1階でしょ。あここか、逆から来るというこんな。そっか。半発表だ。
さあゼルディ。さあ来ました。モーションアクター、はい、森田さんです。はい、森田さんです。ブリーチのイチコとか、はい、あと FF10 のティーダの声を担当してる人がモーションアクターやってますね。はい、この頃からやってます。結構知らない人多いんだよこれ。手を拭いて握手差し出すんだけど、はい、しかとですギタギタにやられて。いや夏いいっすねマジで。お前キシ先生これ完全にあのジョセフジョジョセフジョセフジョセフ。ジョセフ班長。サイファー、さあ来ました。はい、我らがボス。さあ後ろに引き連れてるのが風神と雷神。はい。まああのキングダムハーツやってる人だったらみんな知ってるんじゃないかな。ほう。風神雷神出てくるから。お前やってないんだっけ？そう、キングダムハーツをリッサーやったことない。あ、出てくるんだよ。なんだったらサイファーも出てくるし。おん。いやこれねー。まさかね、この後ダフが風神に惚れるとは思わない。キース先生をリストに加えろ。気に入らないやつリストなんですよね。さあ、B 班。おー、すごいですね。サイファーの俺様、ジャイアニズムがすごい、ね。さあ、来ました。さあ、先生来た。学園長。みんなの愛されお父さん。おー、綺麗。お父さん。いやー昔のやつとこう比較してみたいね。お父さん。生と死、勝利と敗北、名誉と屈辱、全てが隣り合わせの世界。かっこいい。これやめて、完全ヘルシングのアレンジ。おじけづいた人いませんか。クリーク、クリークって言われた。聖シードは9名参加しますと、まあ、シードがまあ言ってしまえばプロですね。そう、プロ、プロの傭兵っていう感じですね。それになるための試験です。はい、だからこの時点では主人公たちはまだ、生徒というか候補生というか見習いというかね。そう、俺こそがシードにふさわしいとアピールしろと。だここであのいろいろ点数をつけられるわけです。はい、長いんで3枚にします。あら、雷神、ちょっと待って先生どうした。先生動かないから。学園長動かないから、しょうがない、しょうがない、しょうが動かないから。学園長どうしたんですか急に。背景と動画してますよ。さあこれが駐車場ですね。車も変わってるね。うん、綺麗に、ね、動くものが全部綺麗にしたんだね。ナスコール頑張れと見せてくれよ。いいじゃねえかよ。多分俺ああいうポジションなんだろうな俺。この黙ってる空気が苦手ってのも多分俺ゼルっぽい。お前のファイナルヘブンとか食らいたくねえ。これ当倍だぞこれ。ちゃんとリズムをね。チキンやろ。いやあ懐かしい固有モーション。これ外見に行くの。あのサイファーに言われる。さあちょろっとフラグだけ立つ。行くフラグだけどうな。俺のチームはチキン野郎と色気づいた兄ちゃんか。いや問題児だな。問題児だらけですね。おさあどういう物理現象なのか。うわ夏。これ確か降りれたの。降りちゃまずいこういうところはね、あの素直ですね。素直。確かにこのままさ、ちょっとダメだと思う。言われる。さすがにそこをカバーしてる。これが目的地。はい、どう？ここの BGM が大好きでね、俺。よくよく考えるとこれとんでもないとかしてる。そう、とんでもないとかしてる。出口一箇所しかね車って大丈夫なの。
がっかりさせないでくれ。あれ、駆け足。駆け足ってか、ほんと走ってる。いや、それはね。まあまあ、気持ちはわかる。それは、はい。はい、で、ここまでに、いろいろ、カードとかで集めてると、ぶっちゃけここで、最終形態1個前の武器にできるんですよ。はい、だけど、今回は何もやってないので、とりあえずゼルの家に行って、はい、さらっとネタバレしましたけど、さらっとゼルの家に、はい、ディーンお母さんがね、よくやってるって質問に対して無視で通す、確か、はい、ではなかった、そう、これを知ってるか知ってないか、別に知ってたところで何も変わんないんだけど、確かこの傘立てにカエルが、あ、この段階ではまだいないか、あそこにカエルとかがいるんですよ、はい。でどうしよっかな、敵です、あ、これがあのクイーンですね、カードクイーンで行く前にちょっと買い物、ここら辺だけ揃えておくといろいろ楽、うわー、音夏、まあ買わなくてもいいんだけど、ぶっちゃけここら辺とかだとまだ使えないから、ね、使えないからね、まあこんなもんだけ買っとけば、ティンマニが、はい、ここでティンマニを読むか読まないか、まあ別に読まなくてもいいんだけどね、ティンマニって、まあね、いいんだけどやっぱ読みたくなるじゃん。で、駅でティンマニを読むとここのティンマニがなくなります。おお、はい、もうね、だってもうアルティマニア読まないと分かんないネタが多すぎるよ、ね、ほんちなみにティンマニって俺らがさっきから言ってるティンバーマニアックスっていうのが、いや昔の雑誌なんですよ、はい、でその謎はあの後々分かっていくんですが、ね、昔のっていうのが、はい、その雑誌を読むか読まないかでいろんなあの流れというかフラグというか、はい、映像なりのフラグが変わっていくので、いろんな展開が楽しめると。さあ今向かってるのが、おお、みんなの大好きシュウ先輩。こっち向いて、こっち向いてシュウ先輩。こっち向いて。顔が見たい。シュウ先輩お願いします。確か向くよ。向こう行くから。説明の時。ほらほらほら、おー、美人さんだね、やっぱり。いやー、いいな。で、これさっきこの街ドールって言ったけど、あそこドールじゃねえ、あそこバラブだね、普通に間違えた、普通に間違えた、ね、今考えたら普通に間違えた、今から行くのがドールです、ドールです。これね、今聞くとね、18時間前に受けた要請、18時間後に来てるって超突貫作戦だから、やばいよ。フタンビーチから上陸、市街地に残るガグ、まあ、ガルバディア軍、はい、ですね、大気なんですよ、要は迎撃用の大気なんですよ。さあ市街地に乗り込んだガグを排除しよう。サイファーレベル100にするっていう手もあるんだけどね、今回くそくそ時間かかる、今回それはなしで普通に。で上行って様子見てこいって言われるんだ。あ、もう一回説明してくれるんだね。なんだかんだね、根はね、根はいいやつだから、根はいいやつなんです。ただそれが分かるのにすげえ時間がかかるっていう。さあです、こう、お前外で、こう、もうこのムービー俺ずっと見たかった。ここはもう当倍でね、当然、はい、行きます。いや、ここね、これかっこいい、これちょっとあそこもあれも消したい。かっこいいんだ、ここが。いや、夏いな、これサントラ聞くとめっちゃ好き。これが水面でしたっていう、だから当時のムービーとしてはありえない綺麗だったんだよ、ありえなかった。今にしちゃうね、それね、荒いとこもあるけど、あるけど、1999年にこのグラフィックだよ。そう、いやー、かっこいい。
ここ好きなんだよな、これ盛り上がるの。ここね、これのもう BGM の盛り上がりがね。いやまあバシバシやり合ってます。確かにあの昔体験版であったのここら辺で、はい、らしい。そこは俺やってやってない。 FF8 の体験版でドールでやりました。ここがアタッキングするんですよ。いやーやば、荒々しいにもほどがある。そこ通んなくてもゴー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 、いってらっしゃい。さあ、ミーハンの街受け持ち地域は中央広場だと、ガーディアンホース、当然キスティ先生につけてるものは勝手に外れているはずなので、はい、一応確認はしておきます。外れてないか、外しようか。でサイファーいなくなるけど、とりあえずつけとく。まあまあまあ、お前はイフリートだと。魔法は今あんま使う気はないので、はい、まあ、とりあえず誰でもドローできるような状態にして、はい、魔法の受け渡し、こういうね、アイテム性なんだね、魔法が。こういうことで、で、最近まだ1個しかジャンクションしてないから、うん、大して変わりはしないんだけれども気持ちいい。おあ、ここでさっきの変わりのジャンク、ぶっちゃけここで話しかけるとまた評価は下がっていくんだけど、無駄な行動をせずとにかく行くのが重要ってやつですね。本来は、本来はね、本来ね、まあ傭兵ですから。そう、傭兵ですから。俺ら関係ないから、やりたいことやってるんです。さあ、これがガルバディア君ですね。はい、で、当然見れるじゃないですか。行きましょう。あれ、入んね、こんなに顔の難しい。あれ、受付が難しい。受付が入んね。これがゼルの最強技、右左と丸×を繰り返しやるだけでめちゃめちゃ入る。本来はもちゃんといい技見せろって話なんで。スコールはこの2択から、これがサイファーの特殊技、ザコチラシ。これまあ強いんだよね。ファイヤーからの、今見るとかっけえな、すげえな。だってサイコフレームの光が、ガシガシ行きましょう。これは入れなくなっちゃう、さすがに入れないか。またあと入れんだよ。これ上から来ます。あいつらね、着地でグシっていったんです。まあ、サイファーの強さを見せてあげましょう。まあね、先に行っちゃうとこの子見せ場あんまない、はい、かわいそうなことだ。あれ一撃で終わるからな。ここら辺のサクサクいきましょう。もう退屈させるな、バカだぜあいつ。で、いるので、いや、一人だったら、スコールさんの、さあ、ここで急にリズムゲーム、うん、やっぱ出ない、ね、出ない。誰か今死体にしちゃったら、あ、かな。この頃、結構できるでしょ。すげえ、犬綺麗になってんな、おい。お前そんなガリだったんだな。で、こっち行って敵をさ見つけて、せっかくなのでいろんなもん見せようかな。行く、パンチ、かかと落とし、長いかかと落とし、あ、ミスった。まあ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 、相手が死んじゃってる。しょうがない、敵の気配がなくなったので戻って、まあ待機ですね。はい、ここあの本当に待機です。ガチガチ待機なの。3倍速あるといいな。 楽だね。
ゼロ。クーン。もう今の時代は動物愛護団体に訴えられちゃうとこです。一発だけど。いやここのね電波塔のね流れも好きなんだよな。3倍楽だね。楽だね、思いのほか。下手すぎ今スコール切られてましたね。ザシュ。これで隠れてるつもりなのかっていうね。飛んだステルス作戦だ。おい敵だ、電波塔なんすよ。エレイハンだぜ。班長はそいつだ。さあ戦闘狂ですね。実際さ学校に一人はこういうやついる。いるいるいる。あの俺の苦手なタイプ。まあオラオラタイプ、ね。すげえ苦手。そうね、だってね制服そう制服でこいつってんのよ。行くなら急ごう。さあ直ちに出発だと。じゃあ上に行くんですが、もう実は27分やってますね。はい、やってるんで一回これ切っときましょうか。はい、じゃあ次は電波塔を目指します。はい、お疲れさんです。よしよしよし。